両親の目覚めもう一つフランスの方で聞いてきた両親の目覚めというお話をしましょうこれは元アメリカのおじさんのお話だそうですそれを父さんはまたにきに聞いてきましたその人の言うには私はまだ前かけをしめている自分のことでした4歳にしかならない子どもでした フランスあたりでの年の数え方は万何歳です。ここに4歳とあるのも万四歳のことです。春先のお天気の良い日でしたから、畑の向こうの方まで父さんに連れられて行きました。そして一人ですぐに帰るんだよと父さんに言われました。途中には、 ロドラの花のよく咲いたところがありました。その花は田舎にはめずらしいものですから私はそっちのほうへ引き寄せられていきました。花の咲いた水辺へ行きますと小さな亀の子を見つけました。その亀の子はひなたぼっこをしていました。私は、 そのちっぽけな動物をぶとうと思って手にした棒を振り上げました。なぜというに私はそれよりもっと小さな生き物でも殺したことはなかったのですが他の子供がいたずらして面白がるものですからついその悪いまねがしてみたくなりました。しかし何か私の腕を 引き止めるものがありました。すると自分のおなかの方で「それが悪いことなんだよ」という声がしましたその声をはっきりと聞きました私はもうびっくりしてしまいました本当にそんな心持ちになったことは初めてですから自分で悪いと思いながら また棒を振り上げ振り上げするようなそんな一生懸命になったことはまるでその時まで知らなかったものですから私は家へ駆け出していきましたそして母さんにその話をしてそれが悪いことなんだよと言ったのは一体誰でしょうと尋ねました母さんが、 テーブルかけで涙を拭いたことは私は見てよく覚えています。母さんは私を抱きかかえてこう申しました。それだよ。どうかすると皆さんが「両親とおっしゃっていらっしゃるのはもしお前がその両親の言うことをよく聞いて従うなら「両親というものはもっとはっきり きりお前に話すようにもなるししょっちゅうよい方へお前を連れていってくれますよ。その代わりお前が言うことを聞かなければ両親の声はだんだんぼんやりとしてもうお前の手引きをしてくれるものはなくなりますよ。私が一生のうちのどんな出来事でも こんなに深く長続きのした印象を残したものはありません」とさ。